はい。では、今回は、大阪のね、ラーメン好きで、知らない人はいないだろうっていうね、まあ、人類南な類のね、ちょっとコ、コンビニのチルド版のね、コンビニラーメンがちょっと出たということで、今回はこれをちょっと紹介していきたいと思います。紹介していきたいと思いますって言っても、まあ僕これ食べたことあるんですけど、2ヶ月ぐらい前に一回ローソンでこう売ってて、で、この人類南な類結構有名で、 まあ何回か食べようと行ったことあるんですけどあの、もういつ行ってもアホみたいに行列できてるんですよ。もう駅の入り口まで行列ができてるみたいな状態で。で、僕、あんまあ、そういう行列に並ぶっていうのが好きじゃないんで、いまだに行ったことない、この本店っていうかお店の方には行ったことないんですけど、何しかねこのコンビニので出てたやつを、おこれ噂のやつやんと思って食べてみたら、これがバリうまい。マジで。 あのコンビニラーメンとのレジェンドといえば、蒙古タンメンだと思うんですけど、まあ、あれを、あれと、まあ、全然ジャルは違うんですけど、あれとはまた違った良さ、あれはね、安くてね、辛うまっていう感じなんですけど、これはね、この何がいいって、こチャーシューね、このチャーシューが食い応えある。うん、で、まあ、基本、全部うまい、麺もスープも全部うまい。で、これ600円ぐらいするんですけど、マジで店行かなくてええやろっていうぐらい仕上がってるんで、マジで。 これはね、あのラーメン好きの人にはねほんと食べてほしいで関東の人とかだと多分ないんじゃないかな関東とかには多分関西のお店だと思うんで、うん、是非ねあのラーメン好きの人今多分これ速攻まだなくなるんであの、もう今のうちにねちょっと気になってるけどいやーなんかさこういうのってなんだかんだハズレだよねみたいな思ってる人はマジでこれラーメン好きの人は一回食ってみてほしい そくらいいいおすすめなんではい、食べてみてみださいでこれ食今回、食レポにしてしようかとチンしてで食レポしようかと思ったんですけどまあ別にいいっすよね、食ってるところなんで,、うん、で編集するのもめんどくさいしっていうので、まあ、とりあえず、マジでこれおすすめなんであの世界中で世界中を旅して世界中のうまいもん食ってきたあの俺が言うんで間違いないですでしかも俺も昔ラーメン屋で働いてるぐらい経験あるぐらいなんでまあラーメンにはまあまあうるさい方だと思うんで はい、そんな俺がね、こうバチバチにオススメするあの唯一のチルドラーメン。まあ、コンビニの、ね、チルドラーメン、何気にね、まあ、どれ食ってもぶっちゃけうまいです。醤油ラーメンとか、あの辺、磯、うん、ラーメンとか。うまいんですけど、うこうこうチャーシューの、ね、食い応えがマジで、ね、半端ないんで、これマジぜひ、関西にいる人はマジで食べてほしいですね。うん、関西にいない人は、まあ、関東の人とかは、まあ、頑張って、関西個、今だけ来ましょう。ああ多分これ どううだろうな2週間くらいしか多分販売してないのかな前回もなんか当分1ヶ月くらい販売してるんやろなと思ってたらもうなんかすぐ販売するのが終わっちゃってあの結局その時も1個しか食えなかったんですよねこれまた食いてと思ってたら2ヶ月ぶりぐらいにまたこうなんか出てたんでもう迷わず買いましたねでもう迷わず動画にしようと思って、うん、これがマジでおすすめしたい一品だったんで,、うん、でどうせすぐなくなるお店からなくなるんで 今のうちにぜひねこれこの動画をねたま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 なんかのねあれで見た人はねぜひねちょっとラーメン好きだったらちょっとマジでおい一応知らんで食べてみてください。はい、今回以上です。